ようこそジャック・ローズにいらっしゃいました。レコ初ライブということでですね、ジャズの好きな方にばっかり声をかけさせていただきました。久しぶりの人もいらっしゃいますし、しょっちゅう、お会いしている方もいらっしゃいますけどね、去年、ここでですね、機材を持ち込んでいただいて録音しました。はい、これですね。はい、本当に多分ね、プレイヤーを昔は持ってたけど、どっかにしまい込んでもう出してきたら使えなかったっていう方、まあ、僕もそのうちの一人で、ベルトドライブのプレイヤーが使えなくなって、とりあえず聞けるプレイヤーを買いましてですね、で真空管のプリアンプをつけて家で聞いてますけどね。はい、CD とは全く違う深みのある素晴らしい音です。はい、そのうち売り切れてなくなりますから、まだこう買っていただいてない方には今買っていただきたいなと。はい、そうしていただくことによってミュージシャンの食生活の安定につながるというものでございますのでね。聞いてますか皆さん。はい、はい、それでは、演奏からまず行きたいと思いますね。本日のこのレコーディングの3人が今日に向けてジャック・ローズに集結しております。とりあえずメンバー紹介をします。お好みで結構でございますので、よかったら拍手をいただきますと本人の励みになりますのでね。日本一ありがたい顔のピアニストでございます、高岡宮正人親王殿下でございます。殿下、国民の皆様にお手を。これ毎回やってみる、これが受けるんですね。はい、私が神谷正樹でございます。はい、後ほどボーカリスト、もうそこにいますので、ロアナ・シーフラーでございます。はい、2曲ほど演奏を、聴いていただいて、ロアナの登場でございます。はい、全然、決めてませんが、大体この2人でやると勝手に曲が、始まってしまうということでございますので、ね。はい、暗黙の了解で始まります。